本日もお仕事お疲れ様です。ザ・お父さんの秘密基地の K です。今回紹介するのはこちらでございます。リヒトラブさんが出されているメモスタンドという商品です。これ一体何なのと感じるかもしれませんが、これ使いこなすとめちゃめちゃ効率が上がります。私この商品知らなかったので発見した時はこう驚いたというか感心した商品です。今回はですねこちらの商品の魅力と使い方解説していきたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。それでは行ってみましょう。ではこちらの商品詳しく紹介していきたいと思います。改めて今回紹介するのはリヒトラブさんのメモスタンドという商品です。こちら今折りたたまれている状況なので少し変な形をしているんですけれども、こちら一体何なのかというとですね、同じくリヒトラブさんが出されているこのメモ、皆さん見たことってありますか？同じくリヒトラブさんが出されている3分の1インチピッチシリーズ製品になっています。商品名はツイストノートという名前でよくこう知られているのかなと思っています。これはこれでめちゃくちゃいいメモ帳なので、ちょっとですね詳しくお話をしていきたいんですけれども、このツイストノートの良さ簡単に紹介しておきますと、まあサイズ自体はですね一般的なメモ帳と特に大きい変わりはないので、持ち運びのしやすさというのはもう間違いないかなと思っています。でこのツイストノートの一番の強みはその名の通りツイスト。何がツイストかというとですね、この留め具の部分にバネが内蔵されてるんですね。どういうことかというと、この留め具少し上に上げていただいて指で挟んで斜めにこうクッとスライドすることによってですね、よいしょっと、このようにルーズリーフのように留め具を外すことができるんです。こうすることによって書いたメモをちぎらずに、例えば表紙だけとかを取り外してこのように取り外すことができるんですね。複数枚並べて PDF 化することももちろんできますし、例えばこれ6枚目に書いたバーチカルだとします。ただ1枚目表紙の裏に持ってきたいなという時はこの用紙を一番上に持ってきて留め具の中にこうはめ込めば順番が入れ替わるんですよね。閉じ方も簡単です。開いた状態の留め具を閉じてもうパチパチパチっと順番に両端から押し込むだけで、これでしっかりと閉じることができます。ツイストノートは携帯性だけではなくてこのギミックがやはり他のメモにはない魅力だなと思っています。実際にこれですね組み立てていきたいと思います。今回は商品名が分かるようにこちらリヒトラブさんのロゴを上にしていますが、実際使用されるときはこの向きですね。まずは底面を開いて中に折り込みます。折り込んでこのちょうどね分かりますか、ここの部分にちょっとしたこういったチョボがあるんですが、このチョボを中にグッと押し込むような要領で背面にあるこの穴に先ほどのチョボを差し込むようにしていきます。ちょっとやってみますね。先ほどの底面を押し込んで出っ張りチョボを中にはめ込むとこのような状況になります。これで底面がしっかりとはめ込まれた状況になっています。今これ中に折り込まれているんですが、これを外側に少しこのようにして出します。反対側も同じですね。折りたたみの状態から組み立てていくとこのような状況になります。リヒトラブさんのロゴが背面に来ておりますので、正面から見るとこのような状況ですね。少し横から見てみるとこのような形になります。で、これが一体何なのかなんですが、もうお気づきの方もいらっしゃるかと思います。こちら、ツイストノートの留め具の部分、このプラスチックの留め具の部分をメモスタンドの櫛と呼ばれている部分に引っ掛けることができます。例えばここにこのように引っ掛けて、そして真ん中にも同じくツイストノートを引っ掛けると、わかりますか、このようにメモ帳を最大3つまでセッティングすることができるメモスタンドになります。これ考えようによったらめちゃくちゃ便利。どういうことかというとですね、例えば今回私この白のツイストノートをバーチカルの時間管理用のメモとして使ってみました。
一方でこちらの黒のツイストノート、こちらにはよしょっと、トゥードゥタスク管理用のノートとしての役割を持たしてみました。つまり普段システム手帳とかロロマクラシック使われている場合は書ける面積が多いので、一つの手帳にバーチカルの要素もタスク管理の要素も共に持たせることができますが、中には手帳を使わない方というのも少なくはないかなと思います。そんな方であればツイストノート一つ一つに違った役割を持たせて持ち歩くというのもありかなと思います。でこれとメモスタンドを持っておくと、例えばこちらのツイストノートをチェックしながら1日の動きを確認しますよね。今日は例えば3時から何々があって、5時からはこんな予定だったよね。1日の動きを確認したらメモ帳を閉じてこの櫛の部分に引っ掛けておきます。こんな感じですね。で先ほど自身が見ていたページをこのように開くことができるんですね。はい、同じくトゥードゥタスクも同じです。今日やらなければいけない内容タスクを確認した後に、同じくこちらのツイストノートをメモスタンドに引っ掛けておきます。そして先ほど自分が見ていたタスクのページをパタンと見開く。こうすることによって仕事をしながら常に自分の卓上に1日の動きとやるべきタスク両方チェックすることができるんですね。そして例えば打ち合わせで外に出るとかなった場合、タイムスケジュールは特に管理する必要がないけれども、もしかしたらタスク増えるかもしれないな、そう思った時は中央に書いてあるこのノートを取って出先に行くだけ。そして出先で終わったことはチェックしていく。もしかして増えるかもしれません。で増えてまた自分のデスクに戻ってきたら、また同じように引っ掛けてパラッとページをめくれば、更新された状況が常にこのようにデスク上で表示されているわけですよね。そして一番右側のこちらのゾーンですね、ここは同じようなサイズのノート3冊目を貼るというのももちろんありなんですけれども、私はですねこちらメモスタンドの商品のパッケージにも書いてあった通り、付箋の貼り付けエリアとして使うのが一番いいかと思います。貼り付ける付箋の種類によってかなり変わってきます。例えば過去紹介したダイソーさんで販売されているマンスリープラン用のこちら、ちょっとした大型付箋を貼っておけば、このように1ヶ月のマンスリータスクを管理することもできますし、カレンダーとしての役割を持たせることももちろん可能です。他にもポストイットの方眼付箋、ここに備忘録とか簡単なメモを書いた状態でここのコーナーに貼っておけば、タイムスケジュールのチェック、タスクのチェック、リマインド備忘録のチェックも簡単にすることができます。一般的なポストイットですね。これよりも大きいサイズでももちろん構いませんが、ちょっと仕事量が溜まってきたから頭の中整理したいなーとなった場合、上からペタペタと貼っていくだけで簡単にタスクの優先順位決めをすることができます。ね、仕事が溜まってきたな、真ん中のノートを見ながら、今日ちょっとやるべき仕事がかなり溜まってきた、人からも頼まれるようになった、どれから手をつけたらいいのかわからない、そういった時はタスクを付箋に書いて、このタスクを一番上からこなしていこう、このタスクは2番目にしよう、そして3つ目はこのタスクにしようみたいに、真ん中のタスクノートを見ながら溜まってきたタスクの優先順位決めをですね、こちらのエリアで付箋を使いながらすることも簡単です。本当に右側のこのコーナーはですね、使う付箋の種類によってかなり幅が広がってきます。ここはノートではなく、ぜひですね、様々なメーカーさんが出されているような付箋を使っていただきながら、私の過去の動画で紹介しているような思考整理にチャレンジしていただければと思います。ちなみにこのメモスタンド自体非常にコンパクトなんです。実際に現物を見ていただければですね、大きさ一目瞭然なんですが、よしと、これ私の iPhone mini ですね。 iPhone とほぼサイズ同じです。ちょっと無理やりにはなりますが、 iPhone を立てかけることも、ギリ可能かなとは思います。
システム手帳やとじ手帳など一冊にタスク管理とタイムスケジュールをまとめるメリットもちろんあるんですけれども、独立させることによって持ち運び面や利便性というのはやはり上がってきます。タイムスケジュール今日は書いてませんが、2ページ目に翌日の分を書いたりすると、前日どんな動きしてたのかなとか、明日はどんな動きするのかなという見返しも簡単にできますし、タスクページを固定しながらタイムスケジュールのみ曜日を変えることができたり、逆ですよね、タイムスケジュールを固定しながらタスクページだけを別に変えていくことができる。これは以前紹介したダイソーさんのコンパクトルーズリーフと同じような役割を持たせることができます。システム手帳とかとじ手帳使ってない方もぜひですね、こういった使い方、パソコンの下とか横に置いておくだけで仕事の効率かなり上がってくるかと思います。非常に素晴らしい商品だと思っていますので、ぜひですね活用いただければと思います。私も普段はトラベラーズノート愛用しているので、大体のことは手帳で管理しているんですけれども、これがね本当にいい商品だなと思ったので、今後ですね職場ではこのメモスタンドをちょっと使っていきながら、手帳とはまた違ったタスク管理であったりとか、アイデア出しに活用できればなと思っております。というわけで本日はリヒトラブさんのメモスタンドをですね、紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか？皆様もこのサイズのメモを使われている方は多いかと思います。ぜひですね、良ければ今日紹介したこちらのアイテムとノート術取り入れていただいて、皆様のお仕事の効率アップ、生産性が上がればと思っております。ノート術に関しては過去の動画いろいろ紹介しておりますので、ぜひ参考にしてみてください。というわけで本日もご視聴いただきありがとうございました。良ければチャンネル登録よろしくお願いいたします。